嘘じゃない。この目で見たんだ。ええー、信じます。バイオウェルシップ RE2 ラクロスティ観光ツアー始めるぞ。イェーイカーカーカーゴレー。女が歩いてきた。ということでやっていきましょうか。さあ、バイオハザード RE2 ついに観光ツアー始まりました。ということでね、今回ツアーガイドをお届けしてまいりますのは、こちらのハンバーガー食べよバーガーチャイニーズさんでございます。うん、どう見ても中国人の顔じゃないけどね。はい、まあまあまあ、まあまあ、その女が近づいてきたからね、まあなあ、これね。ということで、まあ皆さん今ね、あの、大型のトラックに乗ってね、バスじゃねえや、あの、街へ移動していただいてるかと思うんですけれども、まあちょっとね、まあ、飲酒をしているわけではないので、やっぱりね、バスの運転手もね、まあトラックの運転手さんもね、もうあの人間でございますから、やっぱり食べるべきものは食べて飲むべきものは飲んでですね、まあ、ただしアルコールだけは禁じられているという状態なんですけれども、まあそんな感じでね、進んでまいりたいというふうに思います。ところで、あの、ヒゲなのかそれとも鼻毛なのかはよくわかんないけど、くっついてうわーってなってるんで、ね、さあ皆さんも無事安全にね、ラクーンシティのお届けしてね、あの、まずは警察署のね、観光ツアーをこれね、やっていこうかなというふうに、間違えたあれですね、その前にちょっとあの立ち寄ってね、皆さんでね、あの用を足していかなきゃいけないところがあるんでね、まずそちらに寄ってから、無事に警察署に連れていこうというふうに思いますが、おっと、目の前に前方に白濁尾行が、やっちまった、ドゥエー、観光ツアー終了のお知らせ、チーン、くる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 、はい、開始1分でもうすでに喉がやられかけているところなんですけど、さあこのテンションを保って私は最後まで観光ツアーをすることができるんでしょうか。皆さん応援のほどよろしくお願いします。それはつまりチャンネル登録ボタンとグッドボタンだ。さあ押していきます。おっと、目の前からケチャップが垂れている。そんなにオムライスが好きだったのかな、この女の子に関しては。ところが見てください、普通は卵と言ったらね、やっぱりね、オムライスといえば黄色いもので作られているはず、黄身で作られているはずなのに、なぜかこの下白いということは、やっぱり白身だけで作られている。そしてケチャップをかけすぎて、うわー、どうなっている、これはチリソースかもしれない。おーっと、この人の頭が一番ツルペカだった。ゆで卵出来上がり、私のオムライス返せというところで、はい、本来の、観光ツアーガイドさんを今回お呼びしておりました。はい、こんな雨降りしきる中でもですね、はい、もうタンクトップ一丁でね、もう雨の中を駆け巡るというね、素晴らしい女の子でございます。はい、皆さんにこのおっぱいをお届けするためだけに今回彼女を雇いました。時給は850ドルです。たっけー、ね、時給850ドルですよ。それじゃあ、ね、もう皆さんの、いや、あの、あれじゃないですか、月給くらいじゃないですか。バカにしてる。バカにしてる YouTube 民を。さあ、ということでね、今回から、いろいろとね、まあ、観光ツアー始めていこうというふうに思うんですけれど、まずはこちらのですね、皆さんが休憩をしていただいているガソリンスタンド兼コンビニエンスストアという、ね、コンビニエンスストアというフルネームを皆さん久々に聞いたのではなかろうかというところなんですけれど、まずは、彼女が使っていたですね、こちらの、はい、カメラ操作と出てるんですけれども、はい、私ですね、前回までですね、バイオハザード RE4 をやっていたがゆえにですね、あの、操作感が全く慣れていませんということでございます。まあ、そんなことをどうでもよろしくて、まあ、こっちはテレポーンって書いてあるんですが、こちらですね、 1セントから5セント、10セント、25セントまでを入れることができるというような作りになっております。そして彼女の、バイクなんですけど、私バイク、詳しくないので、ヤマハもしくは川崎のバイクくらいしか知らないということでございます。まあ、こんなバイク、いかついバイクに乗ってるのはですね、多分兄貴のゴリラの原因がだと思われます。はい、でね、もう、あの、かつてね、まあ、1998年時代からね、もうすでに作られているという、まあ、セルフスタンドですね。あの、ここにですね、あの、まあ、セルフスタンドやってるのでね、ところが、あの、廃屋とね、レギュラーを入れることしかできないので、軽油はまあ、このようには存在しないのかなということでございますね。はい。しゃがむことはできたんでしたっけ？しゃがむことはできない。しゃがむことはできないと。はい。まあ、ここでね、やっぱりね、あの、コーヒー一杯やっていくことっていうのが、まあ、何よりもね、あの、こういった大事なんですよね。特に、あの、ね、眠気催しているね、あの、トラックの運転手やね、バスの運転手さんなんかは、コーヒーを飲んでカフェインをブッシュぶち上げてやっていこうぜということですね。はい。そして皆さんがこの先行こうとしているのはこのラクーンシティというところなんですけど、このラクーンシティにウェルカムトゥラクーンシティというこの言葉をおそらくですね、某ね、もう、あの、腐った映画がね、言葉を滑らしちゃいけない。はい、Get the world now on sale ってリンゴレッドシガレツ、はい、タバコ、赤いタバコが売ってるということですね。先ほどのケチャップがもしかしたら入れられてるかもしれないということでございます。はい、で、なぜかですね、ここにね、タイヤがね、いくつかね、プル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 って置いてるんですけど、ね、よく見てください。皆さん、このガソリンスタンドよーく見て回っていくとですね、あのね、なぜかタイヤはね、置いてあるんですけれども、どこを見てもね、残念ながら車を洗うところ等々がないんですよね。そしてなぜかアイスが外に売られているというですね。はい、なぜアイスが外に売られているかわからない。なぜか多分おそらく店内に入れることはできなかったんです。で、フリーエア、空気をただ入れれますよということなんですけど、これはね、おそらくね、まあ、バイクの空気を入れるところなのかもしれないですね。セットリクワイアードプレッシングプロユーズイングということですね。はい、車を洗うところがないので、雨で濡れている。とりあえずじゃあおっぱいでも見とく。はい、
プルン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 。いやでもあれですね、やっぱりヤシュリちゃんと比べるとプルンプルンだ度合いはあれですね、微妙かもしれないですね。はい、まあただ19歳という若さがありますんでね。ところでこれはなぜこんなにケチャップが落ちているのか、それともしかしてちょっとペロンと舐めてみたら辛いチリソースだった。はい、でね、こんなにね無防備に開いてるんですけれども、まあよく見てみると原作のバイオハザード2にはいたはずのですね、死体がなくなっていることなんで、これは安心安全のパトカーになっているということでございます。ということで、まあ外のね、周りのね、ご紹介は以上ということでございまして、まあ今から皆さんでフィニッシュハンバーガーを食べに行きましょう。終わりのハンバーガーってなんだ。お邪魔します。はーい。誰かいませんか。ハーブアイスということはね、もしかしたらコカインと大麻等々が入ってるかもしれないですね。ハーブアイス、いやちなみに私はチョコミントが結構好きでございます。いないの。4ドル61セント、4ドル58セント。さあ、今のレート換算したら140円だとしたら、はい、かける 1.4 倍してくださいね。はい、だいたい6ドルから7ドルくらいの間で。こんなものがあったなんて。なんかよく聞くと、なんか、はぁ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 言ってる人がいますね。はい、ここに。クリアに勝るおっぱいがあったとは。はい、でここにね、いろいろとドーナツがあってます。やっぱりアメリカといったらドーナツでございますね。はい、でシガレッツ 1.25 ドルでね、プリーズ、ハブユアイディレディということでね。はい、なんか お酒だったりね、タバコだったりを買う瞬間があったりしてる場合には、やっぱり年齢確認がないとできないということでございますね。はい、でまあ店主店員もね、やっぱりいろいろ暇だからね、まあ、そんな暇やってる人たちはやっぱ新聞でも読んでね、時間潰してね、しがない時間を潰していきましょうということでございます。はい、でアイスも大量にですね、売り切れていますね。で、なんかもう電気通ってないんじゃないかっていう感じがするんですけれども、まあそんなことはどうでもいいということで。はい。で、コンビニをいろいろとね、ゆっくりと見て回りたいところであったんですけれども、おそらくこのまま時間が経ってしまうとね、この人はね、なんかお亡くなりになってしまうかもしれませんので、はい。で、この、はぁはぁはぁ言ってるんで、こんなに品揃えの笑いね、もう、コンビニなんかさっさともう次に行っちゃいましょうということでね。はい、で、本来はここ入っちゃいけないところなんですけれども、今回まあ観光ツアーということでね、やっぱりね、コンビニの裏側、闇？え？ああ、なるほどね。ここでね、コンビニの裏側、闇側もね、やっていこうと思います。はい。ということで、皆さん、実はですね、ここでね、もうボーイズラブが起こってるんですね。じゃあ、じっとしてろ。大丈夫ですか？じっとしてくださいって。大丈夫だ。やめてって。お前のことを試しゃしろ。さあ、表にあったハンバーガーの看板はね、こうやって出来上がっていったんですよね。はい。こうやってパテが作られているということでございます。はい。パテは美味しいのかな？それ以上近づかないで。近づいちゃダメですよ。バーンザイよいしょ。え、本当に、あ、おちんちん打っちゃった。はい、でここにいろいろです、いろいろとですね、はい、なんかいろいろと あるんですけれども、まあここら辺の感じに関してはね、もうあれ、おーほー、10時半、たまらないたまらない、おっぱいたちがいっぱいありますね。皆さんどれが好きですか。私はちなみに面積的にはこれかななんてことをね、言いながらですね。はい、で果たして、彼らは蘇ることはあるんでしょうか。いや、生きてたんですね。おー、生きてるだなんて、これ多分生きているという演出をしているのかもしれないですね。うわー、ミンチ肉を生成していてくれた彼がまさにミンチ肉になってしまったということでございますね。まあそんなことを言いながらですね、こっちに進んでいきましょう。はい、で今からですね、ダイナミックにね、皆さんとは別でですね、たくさんのね、観光ツアーガイドにね、ご参加いただいている方々が、今中を振り仕切っているということでございますんで、はい、彼を撃っていきましょう。ういうい、あ、全然食らわないでございますね。残念ながら食らわないということで、悪夢なんですね。ナイトメア、インナイトメア、はい、悪夢という言葉をね、他のね、レッドフィールドさんも使ってるんです。そうです、クリスさんも使っているってことは、おーっと、お前は誰だ、なぜすでに怪我をしている、おかしくないか、怪我をしている状態で登場するななんて、お前は何だか頭いかれてるんじゃないか。なぜ怪我をしている状態でもそんなに頑張って仕事をしようとしているんだ。怪我をしていたんだったら労災をもらいながら、ここを出ないときっちりと完治するまで治りなさいよ。おーっと、たくさんの観光ツアーガイドにお越しいただいている方々が登場してございますね。さあ、ちらっと見ると、ほーら、俺たちもハンバーガーが食べたいんだ、パテをよこせって、すでにパテになりかけている男の人たちがたくさん現れているんですが、女の子が一人もいないということでね、ふー、お前は誰だ、なぜ鼻がなくなっているボルデモートの親戚か、んーってことで、はい、くるっと避けながら、あーっと、さあ、ここでね、果敢にね、ガイドさんが自らね、観光客たちにね、触れていくというね、新手のセクハラスタイルということで、さあ、そんなことよりも、お前たちお客さんを置いてどこへ行こうというのかね、うわーということでございますね。はい、で、今から皆さんをね、無事にね、ラクーンシティ観光ツアーにお連れしようと思うんですけれども、まずはね、この2人に対してですね、制裁を加えなければなりませんので、先ほど最初に出てきたね、鼻毛なのかヒゲなのかよくわからない、
ヘアスタイルをしてらっしゃった方にですね、後ろから突っ込んでいただこうというですね、今そのために仕込んでおります。なぜかというとね、この街の人、今これをご覧いただいている観光ツアーにご参加の皆様の他に、あんなにもガソリンスタンドエンドコンビニエンスストアにご参加いただいた方々が放っていかれたんですよ。彼、つまり彼彼女は仕事をほったらかしにしてしまったんです。そんな彼彼女の仕事をほったらかしにしたという現実を目の当たりにしてですね、社長であるこの私ブルーホースが放っておくことはできないと。まあ日本だったらここら辺雇用とかがいろいろ守られてとかってうんぬんかんぬんっていう話あるんですけれども、残念ながらここはアメリカでやんすからね。はい、アメリカ人がアメリカでやんすとは言わないと思いますけど、はい。でまあいろいろと今からね、やっていこうと思うんですけれども、まあ、観光ツアー今回は安心安全の観光ツアーをお届けしてまいりたいと思いますので、まあいろいろとね、やっぱりね、あの現地の人たちはやっぱり最近のそのインバウンドの影響でですね、特に京都府なんかっていうのは、ほらこの間嵯峨野線もね、すごいニュースになってたね。嵯峨野線とか京都市バスなんかってもね、一般市民が乗れなくて暴徒化しているみたいな、そんなニュース、暴徒化しているっていうニュースは見たことがないんだけど、まあすごい不平不満がタラタラできるなんていうことのニュースもあったりとかもしたんで、まあそんなことをね、楽運してでも起こさないようにするためにも、まあ向かってくるですね、市民たちに関しては容赦なく、ガイドを優先してぶっ放していくという、そういうね、新手のツアーガイドスタイルでやっていこうかなというふうに思っておりますので、ご安心ください。皆様に一切の危害は加えません。なぜならもし危害を加えられようとしたら、先にも言ったようにぶっ放す、そして私が身を挺して守るというふうに、このレオン S ケネディ君とですね、クレアレッドフィールドちゃんに、お任せをしているということでございます。皆様には一切危害を加えないようにいたしたいというふうに思っております。はい。でね、観光ツアー なんでみんなこんなとこ来ちゃったんだろう。もうすぐだ。もう暴徒化している市民が大量発生している上に、まあ、まともにね、会話ができる人たちがそんなにいないというか、街の中でですね、皆さんここに何を求めて観光ツアーに来られたでしょうか。今一度胸に手を当てて、そしてお金が無駄になっていないか、そして何よりも命が無駄になっていないかということをですね、自問自答していただいて、さあこの観光ツアー続けても大丈夫だろうかというね、もう覚悟ができた方だけですね、この先一緒に皆さんと共にですね、街の中を歩いて警察署に向かっていければなというふうに思っております。はい。でもうこのレオン S ケネディちゃんもですね、目の前が塞がっているという、ただそれだけの理由でですね、はい、もうツアーガイドのご参加の皆様をね、歩かせて、走るの間違い、はい、歩かせて、しかも歩く走るというですね、車から降りろ今すぐ貴様らゲダウェイしろというふうに言っているというね、もうツアーガイドは風上にも置けないということなので、彼のね時給はもともとね20ドルだったんですけれどもね、はい、もうゼロ1個消して2ドルにします。何なの、850ドルと2ドルの差が激しいって、そりゃあだって19歳の女子大生とさ、21歳の飲酒運転を犯してるさ、彼女に比べて初日から遅刻するようなツアーガイドってどっち優先するっつったらさ、やっぱりさ、市場価値はね、女の子の方がね、もうおっぱいの方が高いって、そういうこと後ろから来てさあ、私がまあ仕込んだんですけれども、ね、さあ最後のとどめを刺しておやりなさい。なぜそこでハンドルを切る、直接突っ込んでたらそんなことにはならずに済んだのに、彼ら彼女らにツアーガイドという仕事をほったらかしにした制裁を加えてやらねばならぬのに。だいぶブラックな社長だけどね、 もはやもうあれだよね、もう単なる犯罪社長だけどね、これね。さあは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 あ言っておりますが、ウェイ。さあこれで貴様たちは歩くことしかできなくなった。さあそんなことを無視しながらレオンを果たして、うわあ、ごめん、ちょっとここまではちょっとやりすぎだったかもしれない、そこまでやるつもりはなかったんですけども、ごめんね、本当に本当にごめんね。まあ君の谷間が見たかったんだ。うー、プル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 してる。まあネックレスもね、やっぱ おしゃれで似合うレックレスを通いたいとか、つけたいところですよね。で残念ながら今からですね、暴徒化した市民たちが皆さんのことを襲いかかってこようとするんですけれども、今のところの対抗手段をお持ちでないということですので、残念ながらですね、皆さん一生懸命走ってついてきていただけるでしょうか。はい、ここは危険だ。そうですね、ここは危険なんですよね。暴徒化した死体たちが死体じゃないんですね。これを彼らはね、ゾンビまたの名を活性死者というですね。でなぜかね、これこっち向かっていくということですね。はい、後ろから、ああ、こいつハンバーガー女じゃねえか、俺のパテをよこせって、あ、私だった、ああ、とにかく先進もう、ああ、なんかいろいろと暴れ散らかしてるんですね。はい、でウェーって言ってるけど、ああ、で、あー、そこにも酔っ払いが一匹いますね。はい、酔っ払いがおはようございます。あー、女の子だったね。女の子だったら一杯解放してやってもいいかもしれないですね。あ、で今ですね、ちょっとカメラワークをやりながら気づいたんですけれども、残念ながらバイオ RE4 ではバグり散らかしてたことがですね、こっちにも影響をしているような感じがしますね。はい、カメラワークがちょろっとやっただけでもね、なんか右に左に雨あられっていう、ね、上下右左で、あー、おデブちゃんこんにちは。彼の名前はボブでございますね。はい、まあボブディランですね。はい、でこっちウェー。さ
さあ無事警察署に着くことができました。はい、警察署に着くだけでですね、かなりの、ね、難所を、ね、くぐり抜けてきたというところでですね、まあ一旦皆さんとはですね、あの一息ついて休憩をしたいというふうに思いますので、はい、で 彼らはですね、残念ながら観光ツアーガイド、観光ツアーではなくてですね、うぅぅ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 あんたなんかってなんか急に言い始めてるけど、はい、あのうなんかあの 鉄を食べようとしているんですけどね。でここら辺にね埋まってるね、あのハーブ等々はね、あのこれらのハーブは残念ながら食べることができないのでご注意くださいということでございます。はい、でこのいろいろ中にしまっているのはですね、あのボート化したですね、あの市民たちをね、あのこの中に葬り去ってね動けない状態にしているということでございます。はい、で、彼女のね、あの何がファインプレーかって言ってね、これ以上ボートを入れないということでともにですね、あのこっから先に生存者がたくさん現れてくるかもしれないにもかかわらずね、あの私しかもうここの中には入れないよっていうね、もう最悪のことをしているというね、はい、ということでございます。で、じゃあ相手の人は誰かいるかどうかで言うと、まあ誰かいるんでしょうね。で、これ、ちょっと待ってね。で、これ、アイテムは、いらないものに関しては、もうアイテムをどんどん拾い、してて。さあ、ではですね、次回、拾っとこう。はい。ではですね、次回から、まずはこちらの警察署のエントランスホールを皆さんにご紹介をした上でですね、はい、警察署全体をご紹介していきたいというふうに思っております。まあ、古いパソコンなんだけどね。ということで、はい。で、今回なんですけれども、まあ、あの、安心安全にお届けするためにですね、はい、こういった武器をですね、身に持った状態で、皆さんと共に観光ツアーしていきたいというふうに思っております。あっしゃーあっしゃーあっしゃーうえーはーい。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。ツアーガイド、また次回パートもお楽しみいただけたら幸いです。また皆さんお会いしましょう。一旦休憩に行ってください。ではまた。